親愛なる皆様こんにちは、ラフィオです。今日は2024年3月に新発売されるクルトガの最新モデル、三菱鉛筆ユニのクルトガメタルを考察していこうと思います。まずクルトガメタルって何なのか知らない人も多いと思うので、今のところ確定している基本情報について話していきます。まず発売は2024年3月で、メーカー発売日が3月15日です。お値段は税込み2750円となっていて、クルトガのハイグレードモデルっていう立ち位置ですね。カラーバリエーションはノクターンブラック、ファントムグレー、サイレントブルーの3色です。ただのブラック、グレーとかじゃなくて、ノクターンとかファントムとかつけてるのを見ると、やっぱり三菱鉛筆さんも男の子やなって感じしますよね。真鍮は 0.5 ミリのみのラインナップになっていて、クルトガシリーズということで、内部機構にはクルトガエンジンが採用されています。僕が見たリーク情報によると、シンディアエンジンっていうクルトガ KS モデルと同じエンジンが搭載されているっていうことだったんですけど、先週くらいに投稿したクルトガメタルの情報をまとめたショート動画に、岡崎の文具博っていうイベントに行ってクルトガメタルを試し書きしたっていう方からコメントがついていて、その方曰く試し書きをした時にケースモデルとはまた違ったエンジンが搭載されていると説明をされたそうです。その説明をしてくれた人が間違っている可能性もあるっていうことだったんですけど、要するにケースモデルと同じかそれ以上にガタつきが抑えられたエンジンが搭載されているということなので、これまでクルトガのガタつきが苦手だったっていう方でもクルトガメタルなら気にならない可能性があるんじゃないかなと思います。さらにケースモデルよりも進化しているところがあって、クルトガメタルはペン先にもガタつきを抑えるための新しい機構が搭載されています。それがペン先ダンバーという機構で、ペン先にスリーブを搭載することでよりブレを感じにくく、これまでにない滑らかで上質な筆記感を実現したそうです。だいぶハードル上げてる感じはするんですけど、噂によればクルトガとは思えないくらいペン先のブレが抑えられているらしいので、個人的にはかなり期待値が上がっています。ちょっとこれは理想高いかもしれないんですけど、オレンズ AT と同じくらいまでブレが抑えられていたら嬉しいです。ここまで機能について話してきたんですけど、ここからはデザインについて話していきます。軸の素材にはアルミが使われているそうで、表面にはアルマイトっていうアルミの表面を酸化させる加工が施されているみたいです。アルミは重すぎず軽すぎないので、万人受けする重量感になっていると思います。ショート動画のコメントでは、ケースモデルは軽すぎたから重くなって嬉しいっていうコメントもついてました。グリップにはマイルドエッジ加工が施されているそうで、アルミの上質感を残しつつ、手に馴染む優しい食感とグリップ力を両立しているそうです。写真を見た感じでは溝が掘られているみたいなので、握り心地にもしっかりこだわっていることが伝わってきます。そして前回挙げたショート動画でもデザインに関していろんなコメントが来てて、その中でも特にオレンズネロに似てねっていうコメントが一番多かったです。これがペンテルのオレンズネロなんですけど、確かに並べてみたらなんとなくシルエットが似てる感じはすると思いました。ちなみにクルトガメタルは数量限定品とかじゃないので、そんなに急いで買う必要はないと言いたいところなんですけど、最近は高級シャーペンブームが来ているらしいので、3月15日に発売されてからしばらくは入手困難な状況になるんじゃないかなと思います。一部の文房具屋さんでは予約が始まっているみたいで、店舗にもよると思うんですけど、今のところはノクターンブラックとサイレントブルーの人気が高いみたいです。ショート動画についてたコメントを見てても、なんとなくノクターンブラックが一番人気ありそうな感じだったので、発売されてすぐはブラックから売り切れていくんじゃないかなと個人的に予想してます。僕はブラックかグレーが気になっているので、発売されたら買いに行きたいと思っているんですけど、ちょっと3月の中旬に歯茎を切開して親知らずを抜くっていうスケジュールが入ってて、すぐには買いに行けないかもしれないんですよね。もし購入できたらまた動画でも紹介しようと思ってます。という感じで今日は3月15日に発売予定のクルトガメタルの考察でした。この動画が少しでも参考になったら、グッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それからみんなが買おうと思っているカラーとかあったら、ぜひコメントで共有してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。